清水じゃないですか。新人第7試合新人王決定トーナメント2回戦フライ級5分2ラウンドを行います。アンコナー原下福島166センチ 51.8キロ、吉田和幸。吉田和幸記録テクス新潟166センチ 51.6キロ、レフリー鈴木俊春。試合2ラウンド、1ラウンド2分34秒、1ラウンド2分34秒、腕ひしぎ指固め、天風雄介選手の一本勝ち。勝ちました天風選手は、トーナメント準決勝進出、準決勝では、アーティストの神宮、佐藤久美、天風選手との対戦が決定いたしました。